はい、今回はこのランチャーについて説明したいと思います。で、以前前回前々回だったか、Google Chrome をインストールしました。で、これを登録してみたいと思います。で、登録は、まあ、私の登録の仕方というのは、登録するアプリを起動させて登録するというやり方をします。で、それがまあ今のところ簡単かなと思ってる、っていうことですね。で、まあ、クリックして起動します。で、まあ、いろいろこれで出てきましたね。出てきましたらこれを右クリックします。クロームのアイコンを右クリックして、で、そのまんま、間違えた。これは違いましたね。右クリックして、そのままクリックして離していいんですよ。それで、ランチャーに登録。これを左クリックします。それで終わりなんですね。そして、このChrome の終了はどこにあるかというと、ここのペケ印もいいですけども、ここのところにもあるんですよ。設定のところにも、終了っていうのがあるんですね。んで、まあ、これを終了。ここをクリックします。そうすると終了します。でも、終了しても、これはもう登録した状態ですからね。右クリックして、見てみると、登録を解除となってますね。ということは登録されてるっていうことですね。で、それで、ここでいいのかと、他のところへ移動させて、まあ例えばてっぺんにっていうか、あれです、これをこっちの方に置くとか、あるいはいや違うんだと、この辺なんだと、とか、まあ、いろいろ、まあ、できます。で、まあ、自分はまあ、ここに置いておきますけれども、これよりは、このワークスペーススイッチャーよりは、下の方には行かなかったと思います。行かないですよね。これよりは、下には行かないということですね。一応、まあ、そんな感じで、こういうふうにして、こっちでもいいですし、まあいろいろやってみて、お好みの場所に設定してみてください。で、まあ、今回はそういうことで、この登録の仕方をのことでした。ありがとうございました。